ご視聴ありがとうございました。
代表取締役社長後藤義光様、熊牛を頭をついて参りましょう。監督工藤邦康様、熊牛を頭をついて参りましょう。選手会長長谷川雄也様、玉串を立てまつりて入れ、選手スタッフの皆様ご起立を願います。ご代表者の方に与えましてご一緒にお参りを願います。サロンにあった。
いただきます。よし、ごちそうさまでした。いやごちそうさまでした。はい、どうも。会長の王貞治よりご挨拶申し上げます。
皆さんおはようございます。このところ天候が不順でしたが、今日我々の門出を祝うがごとく大変素晴らしい天候になっていただきました。またこのように多くの皆さんにこの門出を祝っていただきまして本当にありがとうございます。昨年は大変素晴らしいシーズンとなりまして、ファンの皆さんとともに最高の気分を味わうことができました。しかしもう年も変わりまして、いよいよ明日からキャンプに、明後日からスタートで明日出発いたします。選手たちは十分トレーニングをしてキャンプでのスタートの準備を整えてくれております。あとはもうやるのみということの時期に来ております。今年も大変厳しい戦いになると思います。他のチームは全て打倒ホークスということで、昨年以上に厳しい戦いがになることはもう過去の上でございますが、なんとか皆様の力もお借りした上で、やはり我々だけが3連覇というものを狙えるわけですから、そういった意味でとにかく自分たちの力を出し切って皆さんと一緒にまた最高の気分でオフを迎えられるように頑張ってまいりたいと思いますので、この1年間の我々の戦いを温かく見守っていただいて、ご声援もたくさんいただければ幸いだと思いますので、本年もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。王会長ありがとうございました。続きまして福岡ソフトバンクホークス監督の工藤公康よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。今日は本当にたくさんの方が必勝祈願祭に来ていただいてありがとうございます。選手の思いと皆さんの思いは一緒だと思います。今会長も言われましたが、僕らが到達しなきゃいけないのは3連覇です。もうそれは選手たちがシーズンが終わった時からずっとこの時を迎えるまで自分を鍛錬し、そして自分に負けないトレーニングをして今日ここにやってきました。私たちも精一杯あさってからキャンプが始まりますが、選手をサポートし、そして選手が思いっきりグラウンドでプレーできる環境をしっかりと作っていきたいというふうに思います。大会長も言われましたが、秋には本当にみんなで笑えるようにしたいなというふうに思います。ですので、皆さん1年間選手たちに温かい声援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。工藤監督ありがとうございました。それではこれから鏡開きを始めます。鏡開きは中央の樽に王会長、工藤監督、田村宮司、ご準備よろしいでしょうか。それでは掛け声は321せーのでお願いいたします。ファンの皆様もぜひご一緒にせーのの掛け声をお願いいたします。それではいきます。321せーの。ありがとうございました。それでは以上をもちまして終了いたします。明日にはいよいよ春季キャンプへ向けて、今シーズンも皆様の熱いご声援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。失礼いたします。